皆さんごきげんよう、霊夢と、マリサです。今日はビーバスパークが復活するということで、早速遊んでみるよ。楽しみだな。今回も霊夢がスクイクアルファを使って、大暴れするからお楽しみにね。期待してるぜ。ところでマリサちゃん、何？マッチングの時にいろんなボタンを押すと、こんな風に音が変わるの知ってた？知らなかったぜ。小ネタ週に、で紹介されているわよ。しっかりと宣伝入れてきたな。さて、スプライチからやってるものとして、血が騒ぐわね。お手柔らかにな。レディー。ゴー。初動は左から行くわよ。エリアは早めに塗った方がいいな。いきなりカッコ。でもすぐに止められたな。ビーバスはこの高台が勝負の要ね。でも筆さん怖いから降りる。おいおい。筆さんこっちまで来てたか。味方を作ったね。でもやられちゃったみたい。うわーん、傘さんやめてー。逃げながらアーマー吐くわよ。このうちにエリア確保したいところだな。うわわわわわわわ。逃げるのが精一杯。センサー投げとく。味方さんナイスくれたわ。霊夢に向けてかわからんけどな。ダイナモやり。次はあの傘ね。あら、思いっきり広げてる。傘がナイスキンドーン。なかなかの戦闘力だな。どうも。それにしても筆さん厄介ね。近距離では勝ち目ないな。うわ、来た。なんとか逃げ切った。あそこに傘さん。あらー。上の表示が邪魔で見えなかったわ。言い訳はいけません。ビーバスのこと思い出してきたわ。次からは注意しよう。緑の雨だな。コウモリかよ。ジェットパッカーを倒したわ。バックパッカーみたいに言うな。あらあらチャージ不足。悔しい。敵図は合わせたのにな。ダイナモに上からバシャバシャやられるとかなりきついから気をつけて。はい。センサー投げて威嚇。二人に当たったな。よし、カッコした。でも味方さん結構やられてるみたい。逆にカッコされちゃったね。とりあえず一旦に押すわ。いつも逃げながらアーマー使うよな。だってポーズ決めてる時にやられたくないじゃない？で喋ってる間にやられちゃった。ちょっと流れが良くないな。まあリードは結構あるから、最悪片方のエリアだけ死守してれば勝てんじゃね。なるほど、このステージはエリアが2つに分かれてるからね。味方さんナイスは珍しい。激しい戦闘が繰り広げられているな。おい、なんで届くと思った。ごめんなさい。相手のエイム力、なかなかだったぜ。チャージャー対決で負けてる場合じゃないわね。味方さんから悲鳴が。ここはまさしく戦場ね。また悲鳴。とりあえずちょびちょび塗るしかないわね。いやぁ、上からダイナモ。紫チームも高台を取っていかなきゃ、だんだん厳しくなっちゃうよ。相手にチャージャーがいると登りづらくなるのよねー。それはそうだな。やっぱりこのステージはあの高台がポイントだな。登ろうと思ったけど味方の悲鳴が聞こえる。とりあえずセンサー投げとくし味方さん頑張ってー。
うわっつ、ハイプレ怖いな。強化されてからは攻撃範囲が半端じゃない。あらー、また上に誰かいる。とりあえず下降りるわ。味方さんが確保してくれたな。あのチャージャーにリベンジよ。くらえ。ダリヒール。おお、お手本のようなチャージキープだったな。クゼさんも間に合ったわ。このまま逃げ切れー。戦国家のカウントダウン。いやー、死ぬなよ。やったー。おめでとさん。最後まで応援してくれたみんな、ありがとう。ありがとう。よかったなー。本当に本当に。みんなこれからも応援よろしくね。コメントで意見や感想も待ってるぜ。よかったらチャンネル登録もお願いします。お願いします。それじゃあ皆さん、今回はこの辺で。またねー。